こんにちは、おねむねです。皆さんの中にもコーヒーが好きな人多いと思います。僕もコーヒーは大好きで、学生の時からもう毎日飲んでるんですけども、多い時にはもう1日で1リットル、2リットルくらい飲んでしまう時もあります。もちろん飲みすぎは良くないんですけれども、コーヒーはとても体に良いと言われております。糖が入ったコーヒーであったり、缶コーヒーは体に良くはないです。微糖というね、缶コーヒー見ますけれども、微糖でも角砂糖2個は入ってます。で、容量が多いものですと、なんと角砂糖10個も入っている缶コーヒーもあるんですね。なので、糖質の取りすぎは他の動画でも説明しましたけれども、あまり良くないので、砂糖はそんなに入れない方がいいです。僕は毎回ブラック、無糖で飲んでます。苦いコーヒーを飲むと胃が痛くなるという人もいて、まで長い間コーヒーを飲むのが体にいいのか悪いのかについて専門家の方の意見は分かれていました。しかしですね、ヨーロピアンジャーナルオブクリニカルニュートリションなどの統計調査からですね、コーヒーには糖尿病の発症を抑える効果があることが分かっています。そのメカニズムについては解明されていないんですけれども、データが証明されていることなので、従うのが賢明と考えられます。またコーヒーはですね、日本人の動脈硬化を抑えるアンチエイジング効果もあるという報告が上がっています。健康を考えるビジネスパーソン、学生さんもですね、忙しい日の中にもゆっくりとした、ゆったりとしたコーヒータイムを取ることが、健康につながると考えられます。しかしこれあくまでも、引き立ての本格コーヒーをブラックで飲む時の話です。砂糖をたっぷりと入れなくては飲めないような方はやめておきましょう。タピオカとか野菜ジュースなども、糖分がたくさん含まれてますので、健康には結果的には良くないです。コーヒーはですね、1日4、5杯飲むのがいいと言われています。いろんな説があるんですけど、ブラックなら健康にいいっていう報告がたくさん上がってます。コーヒーと健康の関係について、世界中で様々な研究がなされてるんですけれども、一例を挙げますと、イギリスのバイオバンクという研究機関がですね、平均年齢57歳の男女50万人以上のデータを解析した結果です。コーヒーの摂取量が死亡率と逆相関するということが分かってます。つまりコーヒーを取れば取るほど死亡率が下がるっていう報告ですね。コーヒーを全く飲まない人に比べて1日に2、3杯飲む人は 12%。4、5杯で同じく 12%。6杯から7杯で 16%。8杯以上飲む人は14% も死亡率が減少したということが報告されています。日本でもですね、国立国際医療研究センターのチームがですね、日本人約5万6000人を対象にした調査で、コーヒーを1日に3、4杯飲む人は、ほとんど飲まない人とに比べて、2型糖尿病の発症率が男性で 17%、女性で 38% 減少するという報告が出ています。これはですね、コーヒーに含まれるポリフェノールの一種であるロロゲン酸で強い抗酸化作用、強いアンチエイジング作用があることが一つの理由と考えられています。健康を気遣うビジネスパーソンであったりとか、学生さんもそうなんですけれども、コーヒーはですね、一息つく時の最適な飲み物と考えられています。ただし、砂糖は入れずにブラックで飲むことと、飲みすぎにはもちろん注意は必要です。カフェインの過剰摂取はですね、不眠とか神経症、不整脈などを引き起こすということも言われています。ヨーロッパの食品安全機関はですね、健康に支障のないために、望ましいカフェインの摂取量をですね、1日 400mg を上限としています。そこから計算するとですね、だいたい4、5杯。濃いめが好きな方はですね、1日に3杯ぐらいに留めておくのが良いと考えられます。いますけれども、缶コーヒーには絶対手を出さないでください。砂糖が入っているのは厳禁なんですけども、ブラックでもですね、ほとんどが香料などの添加物が含まれてるんですね。今はですね、コンビニでも引き立てのレギュラーコーヒーが売られてますよね。その場で機械で豆をひいて出てくるコーヒー、あれとても美味しいですね。ああいったものは、香料は基本的に入っていないのでおすすめです。僕もよく飲みます。なんでコーヒーに香料を入れてるのかと言いますと、製造会社的にはですね、香りが全くない缶コーヒーにコーヒーっぽい香りを付け加えた方が美味しそうに見える。もう見た目を気にしてるんですね。あとは、賞味期限を長くしたりとか、同じ味を長期間維持できるようにするために、こういった加工がされています。そのためにですね、本来のコーヒーそのものの香りを、缶コーヒーでは維持することができなくなる場合があります。理由で、香料を入れることで、本来のコーヒーになるべく近づけているっていうことがされているんですね。一般的にですね、香料に入っている成分と言いますとですね、酢酸エチルとか、偽酸などですね、これで成分が含まれていることが多いです。添加物はですね、取らないに越したことはないので、香料が入っていない引き立てのコーヒーを飲むようにしましょう。というわけで今回はですね、コーヒーについて解説しました。少しでもためになったなと感じられましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご清聴どうもありがとうございました。